緊急で今動画回してます。協定大臣です。さっきクラブ銀河で情報を買ったら、なんと4,308,360円的中したので、今日はこれを全突破して満州を狙いたいと思います。で、どうやってやっていくかというと、サイコロのアプリを使って出た目通りに3連単買うという完全なる運ゲーです。400万あるので、切りよくやると1レースに85万円だけで5レースって感じかな。やっていきながら説明しますので、それじゃ早速やっていきましょう。参加するレースは時間的に若松の6、7、8、9、10の5レースに参加します。じゃあ3連単を決めるサイコロ振っていきます。まずサイコロの数を3に設定してサイコロを振っていきます。1回目246、2回目536、3回目312、4回目234、かぶりはなしでもう1回、もう1回134で決まりました。はい、それぞれ買う3連単の買い目決まりました。それじゃあレース映像をスタート。はい、最初のレース始まりました。このレースは246の的中だったら的中です。85万かけてるんで、もし3連単当たれば多分とんでもない配当になるんじゃないかなと思います。はい、結果は残念ながら的中ならず。1レース目は残念でした。はい、次2レース目やっていきます。このレースは536だったら的中です。ちょっと536はかなり期待が薄い気がするんですが、何か起こることを期待して待ちましょう。はい、2レース目も不的中でした。ちょっとやばい結果になりそうな気がするんだけど、後半に期待して次のレース見ていきましょう。はい、3レース目。このレースは312が来たら的中です。さっきよりはだいぶ期待できる買い目だと思うんで、楽しみです。はい、3レース目もダメでしたね。まあ今回は運ゲーなんで、残りの2レースも期待して見ていきましょう。はい、4レース目。このレースは234だったら的中です。はい、4レース目終わりました。こちらも的中ならず。最後のレースに期待して次ラスト見ていきましょう。はい、来ました、ラストレース。これは134が来れば的中です。タイム的には結構僕は期待してます。いや、めちゃめちゃ惜しかった。これはかなり惜しかったね。悔しい結果でしたが、最後エンディングどうぞ。はい、5レース見ていただきましたが、結果は見ての通り全て外れました。やっぱり競艇は運任せでやるもんじゃないね。5レースで425万円使ったので、残りはこちらにやってしまいました。
今日の冒頭で紹介したクラブ銀河のリンクは概要欄に貼っておくので、使ってみたい人はどうぞ。やっぱり競艇で勝つには予想サイト必須です。 LINE で競艇の勝ち方を毎日無料公開しているので、競艇好きの方は LINE 追加もよろしく。高評価、チャンネル登録お願いします。それじゃあみんな、おやすみ。